Hey guys, what's up? It's Xuperst here, and today I'll be reacting to episode 6 of Toradora. So, here we go. Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Starting now. That's a very weird scene, but I get what they're trying to do. Trying to kind of just out her in a way, kind of expose her true personality and all of the lies that she's trying to hide under, right? Obviously, you know, she's doing all of these things to, I wouldn't say manipulate other people, but yeah, it's kind of like that, right? She's trying to win people over. Not necessarily manipulation, but in a way it can be. It can be used to that effect, which she almost tried to do with Takasu and Taiga, which didn't work because of, well, Kitamura. But anyway, I do hope she changes, though. I hope she kind of peels off all of the mask that she's wearing, because nobody, although you're in high school, most of the time you do tend to put on a mask in front of people so that you can kind of either be liked or just go about your life without any disturbances. Right, True Self. Quite an apt title for this episode, I think. この死亡とまっすぐに向かい合ってこそ創身の神は微笑んでくださる彼女もいつかきっと分かってくれるはずはあそういうもんですかんあなんだろうあいつパパラッツィ probably not right なんだ川島お願い一緒にいてくれない？は？あいつ、okay. さっきの、おい、ガバシ。Is this real? いつまでくっついてんだ。私の存在をきれいさっぱり無視して、ベッドラ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 。おい、タイガ、今は。怖いってか。Okay, that was fake.Doesn't seem harmful. Oh, Kawashima, なんだよさっきの知り合いじゃないよな。モデルやってるとたまにあるんだこういうこと。ファンの人に絡まれちゃうっていうか。Okay. わざわざ転校までしたのに。Okay, so she was having some issues. これから帰るんでしょ？ああ。ちょっと家にかくまってくれない？また会っちゃったら怖いし。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。はあ？隙間風吹く木造借家とオートロックでセーフティーな高級マンション。どっちがいい？高級マンション。決まりね。じゃあ私ん家に来なさい。はあ？ちょっと待ってよ。なんでアミちゃんがあんたのとこに？いいのよ無理にとは言わないわ。
リュウジの家は私でも簡単に忍び込めるぐらい安全性に問題があるけれど。え、うん、いいのよ別に、私には関係ないし。ま、待って、早坂さん待てってでしょこら。ほんと見事に変わるわね。その本性クラスの連中に見せてやりたいわ。本当の自分なんて見せる気ないっての。なるほどね。さあ、蜂蜜金柑飲んで喉もベストコンディションでしょ。はあ、本当の自分は見せるつもりがない。だったら作り物の自分を見せてもらおうじゃない。とことんね。What happened? 怖い目にあったもんな。 No, not, it's not that. What happened there? 大阪タイガのマンションで、かれこれ5時間、いや、6時間。タイガが何かしたのか？ジャクソン。ん？ウガンダ。ウガンダ？ファルコン、明智光秀、松本清張、シャンソンを熱唱する織田信長、日本を激励する太宰治、What? そう、やらせたのよ。モノマネメドレー150連発。盛り上がったわ、最高に。明智光秀のモノマネなんて、どうやってやるのか見当つかねえぞ。言うことを聞かないと外に放り出すって言ってやったの。必死こいてたわ。む、むごい。いや、ありがたいよ、愛坂。うっ、トモロ。愛坂、お前に頼みがあるんだ。いただきます。何なのよこれ。外面だけで接しているうちはいつまで経っても兄に本当の友達はできない。だから本性を知ってるお前たちにあいつのことをお願いしたいんだ。そんなこと言っても俺はともかく大河と川島はどう考えても相性が。愛坂頼む。お前は頼み事のできる数少ない女友達なんだよ。だからって、え？おお、ありがとう愛坂。はあ、北村のやつ、こっちに面倒を押し付けて自分は生徒会に行っちまうなんて。あ、おお、すごいな、クセイダの弁当。でかく見えてもこの弁当超ローカロリーなんだぜ。ほら、こいつはエリンギ、こいつはこんにゃくだ。そんでこいつが糸こんご飯。なんで私が。ほら、アミ、昆布をやろう。いらねっつも。ちぇ、そっか。いいな。ああ、あ、いや、さて、弁当、弁当。あれ、高須くんのお弁当、どうして愛坂さんと同じおかずなの？ね、どうして？いや、これは…これで問題ないでしょ。私の卵焼きと炒め物のお弁当、ユージの無理弁よ。ああ、俺のおかずが。はい、これで高須くんのミートボール弁当。え、あ、ありがとう。でもなんでこんなに愛坂さんに好き勝手させてるの？そうかな。リュウジはね、前世で私の犬だったの。ご主人様に仕えることが犬の喜びなの。そう、二人は運命の相手なのだよ。ないない。もうまたミノリも。ごめん、冗談冗談だから。もう、どうどう、落ち着け。軍手はめたか。ゴミ袋は持ったか。製造範囲の確認は済んだか。おお、街をなめるんじゃねえ。そんな根性じゃおめえら船から振り落とされるぞこの野郎。気合い入れた返事しろい。おお、やはり会長さすがだな。よし、じゃあ段取りを説明するぞ。まずは、Why does she sound so aggressive all the time? 北村君は生徒会の連中と言っちゃうし。すまん、役員は別ルートもあるんだ。じゃあ私は何のために。あ、ねえ、このゴミ愛坂さんにそっくりじゃない？このどうしようもないほどチビなあたりが。じゃあこのゴミは川島さんにそっくりね。このふやけて自堕落にぶよってるところが。
立ち込みのりお駆け落ちかい構わんよ僕は。え、あ、行こう行こう。あん、ゴミが我らを待ってるぜ。行っちゃったね、愛坂さんたち。残された者同士仲良くやりますか。もう大丈夫だ。ほら、もうカエルは家に帰ったな。もうこんなことしたくねえっつーの。え、か、川島なんでね。受けた。あ、雨だ。あ、やだ、濡れちゃう。雨宿りしなくちゃねってか。なあ、もういいだろう、そういうの。うん、何のことかな。意味わかんないな。俺の方がもっとわかんねえ。お前なんでこんな面倒な作業に無理して出てきたんだ。意味わかんない。タカス君は通じないんだ、こういうの。取り繕った外面なんかこっちにはとっくにバレてんだぞ。もっとなんつうかこう、あ、そう、素の顔でさ。私はね、この顔じゃなきゃダメなの。え、私の気持ちわからないんだよね。ああ、正直。いいのはそれで。ほら、私天然だし。川島、え、どうした。おい、川島。おい、どうしたんだよ、雨宿りなら。おい、何を。あ、あいつ消えんの、なんで。あのね、あいつはっきり言うとストーカーなの。んすって、なんで言わなかったんだよ。だって悔しいんだもん。悔しい、認めたくないんだもん。あんなやつに私の人生狂わされてるなんて。私あいつのせいで引っ越してきたの。え、親に迷惑かけたくないし、私だけこっちの親戚にお世話になることにしたの。しばらくモデルの仕事も休むことにして。なのにこっちに来てまであいつに追いかけられるなんて。こっちに行ったって聞いたのに。もういいよ、帰ろうよみのりん。かわいいミニサイズ妖怪発見。うわ、妖怪だ。タイガ、危ない。あんたみたいな不審者風情に妖怪呼ばわりされる覚えはないわね。やだ、何やってんのよあいつ。あいつはストーカーなのよ。大体誰に断って写真撮ってんの。あんた相当気持ち悪いわよ。別にいいじゃないか、減るもんじゃないし。いいわけねえだろ。そのカメラ持ち主ごと壊してやる。何を逃げとって。待てー、ちょっとタイガー。あのバカ、どうして。なんであの子怖くないの。あいつ変質者なのに。川島、私なんであの野郎のせいで仕事休んで引っ越しして転校までして、イライラしてストレス溜まってお菓子とか超食っちゃって。これってアミちゃんがあのくだらない野郎にも、愛坂大河にも負けてるってことだよね。え、高須君さっき言ったよね、取り繕うのなんてやめろって言ってくれたよね。ああ、まあ。分かったよ。分かった。ハミちゃんもうやめる。やめてや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 る。それで。川島。この性格悪い面のまま生きてやるよ。私だってやられっぱなしじゃねえっつの。おい。川島、そこからの川島はすごかった。陸上部なんて目じゃない、華麗なフォームで街を駆け抜け
怯えるストーカーのカメラをめっためたに破壊し、うん、そのあまりの表現ぶりにストーカーはビビりまくり、そして嘘つき、こんな鬼のような様子で、あんた俺の知ってるアミちゃんじゃない、天使じゃない、性格悪いよ。それが何、うん、アミちゃんこんなに可愛いんだもん、性格なんてどうでもいいの。川島、おい大丈夫か、おい川島やったよ、タカス君。そうか、でも怖かった。ほら、あったまるぞ。これ蜂蜜菌か。よくわかったな、タイガが好きでさ。タイガ呼び捨てだよね、アイサカさんのこと。お前まだ疑って。あの子はいいよね。ん、自分勝手でめちゃくちゃで、でも全く取り繕わないで。それなのに友達がいて、タカス君がいて。タカス君は私が本当の自分を見せたらどうする。え、好きになる。川島ね、うん、ちょっと待て、うん、俺はもOkay. Okay, I actually kind of like that ending a bit. Okay, I think that's a really good turning point. I guess you can say that Kawashima kind of redeemed herself a bit. I don't know. Or at the very least, right now, she's no longer pretending to be somebody she's not. I mean, obviously, you know,being overly nice and being a decent person, you know, acting normally, those are two different things. Obviously, we try to get along with other people, but we don't try to pander to them or be excessively, I don't know, nice. That's a bit too much. Too much energy, too much work. So there should be a right balance to it. I mean, sure, let's say she does have a screwed up personality, I guess, but that's fine. She can work on that. She's still pretty young. She'll be able to kind of figure it out. But yeah, what she's been subjecting herself to, trying to put up a front so that she can be liked by everybody, is way too much work. Not everybody's gonna like you. That's just a fact of life. Whoever's going to like you for real, for who you really are,those are the people that, you know, can be your true friends, right? And now, the latter part, so I love the fact that she was able to get out of her shell, face her stalker, and do something about it. Although, you know, if you're in real life, obviously, it's probably not, it's unadvisable to do what she did.It's not advisable to do, to destroy somebody else's property. I don't know. That it's anime, so there probably won't be any consequences. Obviously, you know. There are many other ways of dealing with that. In her case, that worked for her, in this story at least. And that interaction, conversation that Takase and Kawashima had was really interesting.Because I guess Takase does think she's cute, but I don't know if there's anything more than that, or if it should lead to anything more than that, right? Because I don't think she likes him yet, at the very least. But I don't know.
And the fact that Taiga catches them in that scene kind of complicates the matter, because we don't exactly know where everybody stands. It's unclear whether, you know, because whether Taiga has feelings for Takasu or if she's just going all out for Kitamura, which, you know, there are hints to one over the other. But I think this is setting the stage for a lot more complicated stuff to happen in the subsequent episodes. So I'm excited. Yeah, that's episode 6, and that's about it. I hope to see you guys in the next episode. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.